まだ生きているようだな。まだ殺せない。ダメだ。今ここで始末しよう。この女は俺たちのアジトの正確な場所と入り口を見ている。それとさらに重要なのは人間の体を使う。この女を生かしておくのはそういうことだ。今日の友は明日の敵かもしれん。まだ信用されてないみたいだ。江戸転生の術、それが本当に生きた体を使うのかここで証明しよう。嫌だと言ったら。お前の欲しいものは一生手に入らない上、欲しいものが別なものになる。自分自身の命だ。生贄にするものはいない。この女は使えないと言ったよね。容赦ないですね。さあ、術の用意はしてやった。今俺が殺したこいつをこっちのやつを使って江戸転生しろ。はじめに言っておく。これは口寄せの術に分類される。そのためにはまず蘇らせたい人間の一部、一定量の肉体が必要だ。魂が浄土にないもの、つまり魂そのものを別の場所へ封印されていた場合も転生はできない。初代と二代目を道連れにしてみる。つまり初代から四代目まで江戸転生はできないということか。ああ。そうすれば江戸転生の完成。これはこの札で人格を抑え、一定の命令を与えれば蘇った者は生前の能力が戻り、さらに死ぬことなく僕の命令に従う駒となる。これだけ都合のいい術だ。何かリスクがあるはずだ。何よりこの術の素晴らしいのは、術者に何のリスクもないことだ。僕はいずれ内葉マダラよりも有名な忍びに。図に乗るなと言っている。物事には全てに反動がある。気を抜かずにいることだ。忠告ありがとう。じゃあそろそろ僕も行くよ。待て、まだ江戸転生の術の止め方を聞いていないぞ。江戸転生を操っている僕を操り、犬、馬、虎の印で貝をして止めればいいのさ。それが本当だといいな。君に嘘をつく勇気はないよ。と、話はここまで。ちゃんと止め方は話した。もう行くよ。あいつに白舌の奉仕はつけてあるな。もちろんだ。なら黒舌、お前はそろそろあっちの方の段取りをしろ。わかった。